北米ではアジア産のコイが増えすぎて深刻な問題となっており、ケンタッキー州のバークレーダムでは電撃を使って駆除しており、その様子が公開された。この問題がいかに深刻かを伝えるため、映像では電流を流した後、無数の魚が飛び跳ねる衝撃的な光景が映し出されていた。だがコイはただ気絶しただけで死んではいない。魚を数えたりタグをつけたりするときに電撃を与えることはよくあると担当者は説明する。この後回収されたコイは肥料や釣りへ、加工食品用に販売されたという。アジアゴイは70年代に南部のアジア系養殖業者が池の浄化に役立てようとアメリカに持ち込んだ外来種で、養殖場から抜け出したコイがミシシッピ川流域やイリノイ川、ミズーリ川沿いの水路に侵入し、個体数が急激に増え、他の魚の餌が減少している。一般的なコイよりも美味しいとされ、アジアでは古代から人気の食用魚であり、米国でも増殖対策としてアジアゴイを捕まえて食べるよう呼びかける生物学者もいるが、アメリカ人にはあまり食用として認識されていない。ついにネッシーの正体が判明したかもしれない。24年間ネッシーを探し続けてきた専門家によれば、ネス湖の怪獣は大型のナマズである可能性が高いという。スティーブ・フェルサムさん52歳は、家も仕事も恋人も捨てて伝説の怪物を追い求め、ネス湖の近くに移住。謎が解明したとは言わないが、彼はあらゆる証拠を見たり目撃者に話を聞くと、最も可能性が高いのはウェルスナマズであろうと述べる。このナマズは体長4メートル、体重400キロを超えることもある。1934年この有名なネッシーの白黒写真は後にデマであることが判明したが、それでも水中で不可解な物体が何十年にもわたり撮影されている。フェルサムさんは水中ソナーを使い、湖でステーションワゴンほどの大きさの物体を検知したと主張しており、この水域に生息する魚よりはるかに大きかったという。彼は世界最大の謎の一つを解明するため人生の4半世紀近くを捧げたことに一切後悔はなく、この湖のほとりが私のユートピアなんだと語った。ネッシーは説明できる現象だと考える彼は、ネッシー捜索の最長記録を保持しており、あと10年は探し続けるつもりである。こちらは一見すると虫に覆われたマルタか、2匹の蛇が連なって動いているように見えるが、この動く塊は数百匹のキノコバエの幼虫が移動する様子である。こうやって捕食されないように集団で移動し、内側にいるのが支配的なメンバーで、力の弱いものが攻撃にさらされやすい外側を這うという。単独で移動するより目立つように思えるが、ハエ専門家は鳥には硬い蛇のように見えていると説明する。この幼虫の大群は降雨や灌漑の影響で水が過剰になった地域でよく現れ、敷いたばかりの芝生に水をやりすぎるとこの幼虫が大量発生して若い根を食べてしまうことがある。だが根付いた芝生は傷つけることはなく、無視したり水を流せば問題ないようだ。成虫のキノコバエはイリノイ州など米国中西部では春と秋に頻繁に見られ、1メートルほどの大きな群れをなして飛ぶという。インドで川が消える映像が話題になり、ネットで大騒ぎに。山頂から流れている川がなんとある地点を境に消失していたのである。川の勢いはそのままだが、先の地面は砂のように乾いており、この現象を見たものからさまざまな憶測や神話が生まれた。だが後に川の消失の理由が判明。この現象はシワリク丘陵の麓にある細いバーバー地帯で発生し、岩石に小さい穴がたくさん開いているため、ヒマラヤ山脈を源流とする小川が地下に流れて消え、
再び寺井平原に現れるという。よってこの地帯は農業にあまり適していないが、川が消える現象は珍しいため、インドでは人気の観光名所となっている。こちらはアラバマ州の沼地で、沼気という腐敗ガスを燃やす様子を撮影した映像である。川や沼地でガスによる泡が上がってくることがあるが、このような湿地は実は世界最大のメタン発生源で、ガスは川底の植物や動物の死骸が腐敗して発生したものである。メコン川ではこのガスの影響で毎年10月下旬に火の玉現象が発生しており、ナーガの火の玉と呼ばれ、数千個から数万個発生することもあるという。こちらのオランダ人男性はこのガスをホンダのモペットの燃料にしており、エコライフを満喫している。防水ズボンを履いて沼に入り、長い棒で底の沈殿物をつついてメタンの泡を出し、浮き輪の容器に集め、それから空気入れを使い、ガスをバイク後部の風船に送る。あいにく満杯の風船でどこまで走れるのかは不明であるが、この型破りな燃料で日々挑発をなびかせ、街を疾走しているようである。自然発生するメタンの方がエンジンからの二酸化炭素より気候に大きな影響を与えることを考えると、彼は時代を先取りしているのかもしれない。とはいえ誰もが真似できるものではない。グーンチという巨大ナマズはインドア大陸の川に生息するということ以外あまり知られていない。インドのカリ川では1998年4月に川で泳いでいた17歳の少年が彼女と数人の目の前で水中に引きずり込まれたという。3日間の捜索にもかかわらず遺体は見つからなかった。その3ヶ月後、幼い坊やが父親の目の前で水中に引きずり込まれ、父親はなすすべもなかった。2007年には18歳のネパール人男性が泥色の水蓋のようなものに引きずり込まれて行方不明に。英国のテレビ番組でイギリスの生物学者ジェレミー・ウェイドが村人から葬儀の際に川に流された遺体を食べて魚が人の肉を好むようになったという話を聞き、この事件を調査。事故は 6.4 キロに及ぶ特定の範囲でのみ発生しており、少年が消えた場所から1キロ離れたところでは家畜の水牛が水深1メートルのところで水を飲んでいると、奇妙な動物に水中に引きずり込まれたと報告された。ちなみに水牛の体重は300から400キロある。イリエワニがこれほど内陸を移動することは知られていないため、この地域に生息するワニ数種と上流には生息していないオオメジロザメの可能性は除外された。だが水中調査中に1メートルのグウンチが目撃され、捕獲しようとしたが失敗。その後の調査ではグウンチを多数目撃し、そのうち6匹は人間サイズであった。釣り竿での捕獲に失敗したため焚き火でおびき寄せることに。翌日、2メートルの記録的な大きさのグウンチが捕獲され、重さは73キロあり、平均的なものより3倍もあった。ウェイドは小さな子供を食べるのに十分な大きさだと推定しており、さらに大きな個体が存在する可能性が高いと述べている。雲の中には気泡を酸素ボンベのように使い水中で呼吸するものがいる。とはいえ水中で生きられるのはこの水雲だけである。陸上の雲と同じように空気を吸う必要があるため、水中に糸を重ねたドームの巣を作り、ここに空気を蓄え、この中で休息する。足りなくなると水面に出て、後ろ足と腹部の体毛の間に空気を閉じ込めて繰り返し巣内に運ぶ。酸素は1日以上持つようだが、時折陸上に出て体を乾かさないと次第に体の表面に空気を維持できなくなり溺死するという。一生をほぼ水中で過ごし、オタマジャクシや小魚、無脊椎動物を餌にし消化液で溶かして食べる。
水中で消火液を出すと薄まってしまうが、泡の中では陸上と同じように餌を食べられる。この蜘蛛に噛まれると結構痛み、嘔吐や軽い震えが数日続くこともあるようなので、見つけても触らない方が良いであろう。2014年7月、米国モンタナ州でボーイング社の旅客機を運ぶ列車が脱線し、胴体や大型部品が損傷。同社によると777と747、737型機などの組み立て品を6台積んだ列車が脱線し、737を積んだ3両はクラークフォーク川に転落した。鉄道会社の広報担当は、脱線事故の原因はまだ分かっていないが、速度は問題なかったと述べている。この区間はカーブが多く、制限速度は時速48キロであるという。この事故が航空機の生産に影響を与えたのかは不明である。ボーイング社は部品の生産や組み立てを多くのサプライチェーンに依存しているが、物流における小さな問題で工場が休止するのを防ぐ効果があり、同社の生産体制はこうした混乱にも対応できるとのこと。ウェールズ北部の村コルリスイハブには、かつてスレート鉱山がたくさんあったが、現在は廃墟となり、いくつかはゴミ捨て場となっている。村の住民は長年不要になった車やテレビ、冷蔵庫など家庭用品を山の穴から捨てている。この廃坑は1800年代初頭から1906年まで操業していたが、スレートの需要が減り閉山となった。第一次大戦後に鉱山は再開され、1971年に閉鎖されるまで断続的に稼働していたが、その後は地下の不法投棄場と化した。2010年代まであまり知られていなかったが、探検好きの若者たちが見つけてネットに公開され話題に。以来英国中の写真家や洞窟探検家たちを引きつけ、失われた魂の洞窟と呼ばれるようになった。